今戸焼き土人形丸しめ猫。昭和戦前型今戸焼き土人形丸しめ猫。昭和戦前型、背面今戸焼き丸しめ猫。海江安政風型。招き猫今戸焼き丸しめ猫。海江安政風型。招き猫、背面、浄瑠璃町繁華の図海江五年、広重が。部分拡大、戦争時境内、露天風景。羽子板た 今戸焼き招き猫、今戸人形丸締め猫丸締め猫は、東京都台東区浅草二丁目三の一にある、浅草寺及び浅草神社に由来する今戸焼き、今戸人形の招き猫。全国に、招き猫発祥の地と呼ばれる神社仏閣が分布しているが、当時の言い伝えとともに現存する、招き猫の実物や記録されたものがほとんどない。 多くの招き猫発祥の地が伝説の域を出るものがほとんどない中で、現在までのところ造形物として実在する最古の招き猫、あるいは遡ることのできる招き猫の起源と呼ばれるものである。その形状は、基本的に江戸時代の今戸焼き製の招き猫に特有な横座りで頭を正面向きにして招くポーズのものが基本で、伏して招いている古い作例も見られる。 背面越しのあたりに、丸に締めの洋国があり、金星や福徳を、丸く勢い締めるとという演技か次の意味合いを持つ。嘉永五年に記された父、知事、竹江年表によれば、浅草花川戸に住む老婆が、貧しさゆえに愛病を手放したが、夢枕にその猫が現れて、自分の姿を作りつれば、福徳自在となると告げたので、その通りにしたところ利益を得たことが評判となり、 今戸焼きの土人形にして、戦争時三社権元鳥居あたりで老婆によって売り出され大流行になった、とある。また、藤岡屋日記中の同化英語年の校では、浅草観音猫の由来として、戦争時寺梅院境内でひねり、土人形を都政としていた、老夫婦の愛病が、知り合いの飼っていた小鳥を殺めてしまったことに罪を感じて、自ら井戸に身を投げた。その後、 老婆の夢に猫が現れ日を浴び、今後はあなたを守りかなる病でも全開させると告げたため、仲間の今戸焼き屋が作った猫を拝んだところ、たちまち病が治ったことが評判となり、戦争時三者権限鳥居あたりで売られ、大評判になったことが記されている。その猫の姿は、招き猫とも、マルシム猫とも言われたことも明記されている。当時マルシム猫が売られていた様子は、 同じく海江五年の歌川広重家の西絵、浄瑠璃町繁華の図、中にて、浄瑠璃、軍法富士見採用の採用の見立てとして描かれている。上記の複数の資料記録によれば、具体的に、戦争時三社権源の鳥居あたりで売られたことが明記、されており、招き猫ゆかりの場所として、浅草神社が最も古い記録を有していることになる。また、 都内の金星遺跡からの出土品の中から、丸締めの洋国のある江戸在地経土室の招き猫も出土していることから、この浅草の丸猫が記録、絵画、出土品と揃った現在まで一番確実な造形物としての最後の招き猫と考えることができる。ありがとうございます。